1と2と3と4。こちら日立市立多賀中学校に参りまして、本日お話をお伺いしますのが吹奏楽部顧問の加藤勝弘先生、そしてこちら部長の小林真希さんにお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今こちらの音楽室で私たちお話をこれからお伺いしたいと思うんですけれども、はい、この多賀中学校の吹奏楽部っていうのはかなり優秀だというお話を聞きまして、その顧問をされている加藤先生、はい、どれぐらい の、 あの顧問歴なんですか？吹奏楽部の顧問は、はい、11年目になります。11年、はい、かなりもうベテランの先生でいらっしゃいますよね。そう、長い間やらせていただいてます。そうなんですか、はい、あの小林さんいかがですか？加藤先生が顧問になられてどんな先生ですか？優しくて面白い先生、うん、優しくて面白い先生。ありがとう。そうなんですか。あの先ほどちょっとお話を伺いしたときに、あの加藤先生がすごくあのユニークな先生でキャラクターもすごくいいっていう話を聞きまして、はいはい、それであの先生がこの吹奏楽部の顧問になられてから、はい、吹奏楽部の雰囲気が変わったっていうお話も聞いたんですけれども、はい、どうですか、そういった雰囲気が変わったような感じしますか？コンクールに向けて毎日全員で全力で心を一つに、はい、うん、することをいつも学んで、はい、心とかも全部成長できるようになって、うん、できるような部活動になっています。そうなんですか。その技術だけではなく、そのみんなで一丸となって目指していくっていう心を先生から教わっていらっしゃると、いや奥が深いですよね。そうですね、はい、そうですか。この多賀中学校の吹奏楽部はこれまでもたくさんの活動をされてきたと思うんですけれども、はい、例えばどういった活動で、あの例えば賞を受賞したりとかされていらっしゃいますか？そうですね、まず一つは夏の吹奏楽コンクールで、はいはい、今年は、県大会で金賞を受賞しまして、すごい、さらにその上の東関東大会、はい、先日行われたんですけれども、はいはい、そこで、銀賞を受賞することができました。素晴らしいですね。ありがとうございます。茨城県で1位になって、はい、さらにその東関東大会で銀賞ということですか？いや、1位ではないんですが、はい、茨城県の中で県大会の中で、はいはい、5校、5校、東関東大会に出場することができるんですね。なるほど、はいはい、でその5校に選ばれて、うん、はい、素晴らしいことですよね。そういったいろいろ数々の大会に出場されて賞を受賞したり、こういった日立の例えば地域に根ざしたような活動もされていたりするんですか？そうですね、はい、地域のお祭りに参加させていただいたり、はい、あとは毎年3月に定期演奏会をやっているんですが、はい、その演奏会や、あとは、まあ、日立市内ではないんですが、はい、今度9月の27日に、はい、ディズニーランドで、はい、演奏することが決まりまして。ディズニーランドですか？はい、あのディズニー東京ディズニーランドですよね？そうですね。すごいことですよね。はい、はい、そうですね、みんなすごく一生懸命頑張っていたので、はい、あ、そうなんですか。その東京ディズニーランドで演奏されることになった経緯っていうのはどういった経緯でなったんですか？まずオーディションがありまして、はい、その振り付けとか演奏全部含めたオーディション、はい、ビデオで撮りまして、はい、それを送りまして、なるほど、その審査がありまして、はい、その審査に通ると、はいはい、演奏することができるんです。多賀中学校でディズニーランドで演奏するっていうのは何回かこれまでもあったんですか？いや、初めてですね。初めて、はい、素晴らしいじゃないですか。ね、小林さんが部長で、ね、みんなを、ね、まとめてくれてると思うんですけれども、どうですか、ディズニーランドの演奏が決まった時っていうのはどんな気持ちでした？コンクールだけでなく、うん、様々な場所で活動できることがすごく嬉しかったです。はい、嬉しいですよね。ディズニーランドはちなみに行ったことある？あります。ありますよね。そのね、みんなも大好きなディズニーランドの場で、ね、みんなが演奏できるっていうのは嬉しいことですよね。
そうなんですか。じゃあもう今、ね、もう間もなくですけれども、今月ということで、そうですね、そのディズニーランドで演奏するのに向けて、はい、練習の真っ只中といったところでしょうか。はい、そうですね、はい、そうですか。その当日はディズニーランドでどういった演奏されるんですか。曲の内容は、まあはい、ディズニーの曲を中心に演奏しまして、なるほど、はい、20分間のステージを。20分間、はい、結構ボリュームありますよね。そうですね、はい、何曲ぐらい演奏するんですか。全部で6曲かな。6曲、はい、あーすごいですね。じゃあそれを例えば親御さんだったりとかお友達とか、ね、ディズニーランドの方に来れば見に来ることもできますよね。そうですね。そうなんですか、ね、ぜひこの日立を挙げて皆さんぜひ、ね、9月27日ディズニーランドの方にお越しいただくと、高千穂中学校吹奏楽部の演奏が聴けるということで、いやそれは見どころですね、はい、ちなみにお時間とか出演の時間とか決まってらっしゃるんですか。はい、はい、9時25分から朝の9時25分、はい、そうですね、はい、の演奏になっています。場所はどの辺でやるんですか。シアターオーリンズ、シアターオーリンズという場所で、はい、あ、なるほど。じゃあステージになっているようなところなんでしょうかね。そうですね、ステージになってますね。わあ、じゃあそれはかなり、ね、もう雰囲気も見応えがあるようなステージで演奏できるわけですね、うん、そうですか。でもぜひ頑張っていただきたいと思うんですけれども、ね、まあ、普段の練習の積み重ねでこういったこと、ね、ディズニーランドで演奏するっていう風になったと思うんですが、加藤先生はその普段からもう11年の顧問をされていて普段のそういった練習からどういったところを生徒に大事に教えていらっしゃるんでしょうか。そうですね、はい、初めに部長も言ってたんですけれども、はい、やっぱりこう心が大事だということで、はい、まあ、感謝することとか、まあ、あとは礼儀とかそういったことを中心に、はい、みんな一緒に、はいはい、やっています。そうですか、はい、楽器を演奏する前に感謝の気持ちを持つ。そうですね、部活ができることの、はい、親御さんへ の感謝とか、はい、楽器買ってもらったりとか結構ね高いお金もかかったりもしますもんね。そうですね、はい、そうですか、そういった基本的な、はい、根本的な気持ちから、はい、先ほどちょっと練習している風景も、うん、拝見させていただいたんですが、先生素晴らしい声もまた素敵ですね。ありがとうございます。ちなみに先生は楽器とかそういった何か、はい、何をやってらっしゃったんですか。私はユーフォニウムっていう楽器を、はい、ユーフォニウム、はい、楽器を、はい、勉強していました。ちょっと私初めて聞いたんですけれども、はい、そうですね、どういった楽器なんですか。説明すると、はい、チューバよりちょっとちっちゃい楽器、はい、あ、なるほど、はい、じゃあこう吹く楽器ものですよね、はい、そうですか。ちなみに小林さんが今持ってる楽器は何ていう楽器ですか。アルトサックスです。アルトサックス、なんかもう見た目からしてもかっこいいですよね。これをもう小林さんがかっこよく吹くわけですね。そうです。あ、そうですか。ちなみに部員のメンバーっていうのは全部で何人ぐらいいらっしゃるんですか。全部で66名。66名、はい、またかなり大所帯ですよね。そうですね、はい、そのディズニーランドの公演の時は全員で参加するんですか。その時は1、2年生、あ、2、3年生で、2、3年生で、はい、なるほど。でもそれでもかなり人数は多いですよね。そうですね、もう40何名という数で演奏します。そうですか。そしてこの吹奏楽部の練習っていうのは毎日こう、まあ、放課後だったりで行ってらっしゃるんですか。うん、そうですね、平日は月曜日以外は、はいはい、行いまして、はい、土日も、はい、毎日行っています。そうなんですか、土日も毎日、そして平日も、じゃあもう休みなく毎日練習されてるわけですか。そうですね、まあ月に何回かは土日のどちらかを休んだりとかはあるんですが、基本的にこう大会が近かったり、はい、コンサートが近かったりするときには休みなく、はいはい、頑張って練習してます。いやー、そんなもう日々の積み重ねが今度の9月27日のディズニーランドの公演につながったわけですよ ね。 そうですね。いや、本当におめでとうございます。ありがとうございます。ぜひですね、最後にバキラ TV をご覧の皆様に、はい、先生そして小林さんから一言ずつメッセージをお願いできますか。はい、はいはい、多賀中学校吹奏楽部、生徒皆さん、一生懸命練習しています。全力で頑張っていますので、ご覧の皆さんも、これからも多賀中学校吹奏楽部を応援よろしくお願いします。
1、2、3